こんにちは、ナベです。前回、基本編みたいな形でアレンジさせていただいたんですけど、今日からは、シチュエーション別っていうかな、そんな感じで 何パターンかアレンジを見せていきたいと思います。で今回は、カジュアルにちょっとお友達と買い物に行ったりとか、ランチに行ったりするような感じのテーマで、2スタイルほどやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。でベースの巻きは前々回にお話しさせたよういただいたような感じで軽く巻いてあります。でそこに少しクリーム系のスタイリング剤をプラスします。友達とお買い物、まあ女友達とお買い物とかだったらそんなにかしこまりすぎてないけど、まあ、久々に会ったりもするんだろうし、ちょっとおしゃれ楽しんでるっていう感じはイメージとして欲しいので、例えば今回みたいなちょっと襟のあるタイプとかだったらアレンジが割と似合うかなと思うので、少し顔周りの遅れ毛を残して三つ襟、なんかその髪の長さによってどこを残したらいいかとかって少し変わってくるので、この辺は後で巻いていきますね。でもこちら側も同じようにちょっとバランスを見て、で今回もちょっとゴムを使ったアレンジをベースにしていこうと思うんですけど、こちらのシリコンゴムで低めの、シニオンベースというか、ここで通しちゃわず残してあげる。でちょっとグッと奥に、でこの残った毛束をゴムの周りに巻きつけるようにしてアメピンで留めていきます。で全部を巻きつけてきちっとっていうよりはバランスを見てちょっと巻きつけてみたいな感じで、少しこうやってラフに毛先が残ってていいので、でここまでできたら少しこのお団子状の部分を引いて崩してあげます。それからトップ、で崩していった時に引っ張られてこの辺も崩れてくるのがバランスよく崩れてくれることもあるし、ちょっと崩れすぎたなって思ったりしたらアメピンとかを使ってリカバリー止めて修正してあげます。なんかそこら辺はね、細かいことを気にせずリカバリーしてあげると全然いいと思うので、はい、じゃあここまでできたら顔周りと遅れ毛残ってるところを少し巻き直していきます。
ここまでが結構ラフな感じにできてるのに、この遅れ毛をすごい巻きすぎたりすると急にかしこまった感じになってしまうので、あくまでも巻きすぎないように、巻きすぎないようにって言っても難しいと思うんですけど、やりすぎないようにっていうのかな、ちょっとニュアンスがつく程度で。じゃあこんな形でスタイリングしてみました、いかがでしょうか。この感じの低めのシニオンだと割とカジュアルな感じから少しかしこまったところまでバリエーションとしてはいけるかなと思うんだけど、あとは細かいポイント、顔周りの遅れ毛だったりとか、残ってる髪のバランスの取り方でいろんなシチュエーションにも合わせられると思います。で、今回はお友達とランチとか、買い物ぐらいの感じだったらこういうお洋服にも合わせられるし、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました、次回は同じようなシチュエーションで、また別のアレンジをご披露したいと思いますので、またそちらも見てください。ありがとうございました。